夜、ここはベルベットの村の。くそ、ごまかした野党がこんなに。セリカ、今助ける。無理よ、ベルベットたちと逃げて。バカを言うな。俺は行きたいんだ、君と俺たちの子と一緒に。なぜこんな。なぜ俺はたった二人の家族すら守れない。よく分かっていよう、アルトリウス。人が弱く罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ、人間が背負った業の断りは変えられん。だが、断りを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノ主の復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て、約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか。我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き使徒祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭大魔神クローディン・アスガードの意志と力を継ぐ者だ。
よかろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。